いや、ようやく女性の時代来たね。今ね、オンライン戦の方で女性限定の1対1の大会開かれてて、それに参加しようと思うんだけど、おそらく多くのプレイヤーがこのベキリンブローラー系最強のこのロンダラとベキリン能力的には多分ロンダラーの方が使いやすいのかな、多分。この二人をみんな選ぶと思うんだけど、俺自身がそもそもブローラータイプそんな強くねえだろうっていう風に思っちゃう。吹かしちゃってるんで。ってなってくると、やっぱこの配布のリタ。 あとテクニック系のトリスタねトリシュストラタスまあ90点台なんだけどでもやっぱここら辺が一番使いやすいと思うんだよねでちなみに女性のスーパースターって27人今んとこいてでその中でテクニック系タイプがなんと12人いるんですねでただですね90点台叩き出してるのがこのトリスタちゃんだけなんで残りの11人人権がないっていうベイリーとかアスカまでもが人権ないです 一応ここら辺限定技があって使ってて面白いとは思うんだけど、まあ、勝ちに行くなら間違いなくもうトリスタ一択だね。じゃあ早速スキルツリーちょっと見ていきます。で、基本的には、まあ、攻撃系タイプっていう感じかな。ここら辺のなんつうの持ってないスキルツリーなくてもいいから、で、ここら辺の防御、防御はちょっと薄いんだけど、ここのまあ別になくていいかなっていう感じかな。 で、えー、カリスマのスキルツリー、カウンターに必要なヒート量の減少、ありがたいよね。えー、投げられたときに獲得するヒート量の上昇、ちょっと少ない。で、攻撃をブロックしたときに獲得するヒート量が上昇、まあ、これも、まあまあ、どうでもいいかなっていう。受け流したときに獲得するヒート量、ありがたいね。ありがたいです。で、リクエストなくても、ターンバックル打撃、あと投げ技をすると観客ゲージがたまるっていうね。ただ、だから、あの、スキ、パワーアップアイテムを使いやすいって感じだね。 で試合開始時に観客ゲージが多く溜まった状態からスタート。人気者です。オラは人気者っていう感じで。じゃあ早速使っていきます。オンライン戦これで潜っていこうと思います。あ、マッチしたやっとマッチした来た時代が来たテクニック系でしょえ、ちょっと待ってよ。向こうが何使うかっていうのもちょっと気になるなまあか、え、え、嘘リブモーガンなんか使うわけないでしょ向こう。びっくりした。これ一番弱いキャラだからね、69点の。ここまで弱いやついるっていうぐらいの。 ああ、やっぱ、ロンダラ使うよね。来るよね。まあ、強いことに変わりないからね。相手がどういう、まず動きをしてくるかどうか。あれ相手、死んでない <laughs> 相手、無抵抗主義もしかして。いや、そういうわけでもないのか。なんで一瞬固まってたんだ、今。凝り固まってた全てが。相手の攻撃に対して差し返す。こういう、ちょっと、いやらしいプレイから始まります。いやらしいプレイ。 いやでも実際ね、WWE のその、原作の方見てるんですけれども、あやばいやばい。怒った。向こう怒った。原作の方見てるんですけど、意外とね、男子の試合より女子の試合の方が面白いまであるっていう風に、俺はちょっと思い、思っちゃってますね。さあ、アピールタイム。あ、来たか。怒って、怒ってきた。怒ってきた。怒ってきた。やろぁ、カウンター使うかあ、使ってきた。ナイス。ナイス、カウンター。はい、俺も返す。で、からのからのはい、もう一回。ふぅー このヒート量のささあスペシャル技使いたい間違った何やってんの俺間違ったはいガードえーとこれであそっかうわ間違った俺操作あっこれ勝てるかもしれないこれ勝てるかあくそうでも俺ミスった下か下ボタン押した方が良かったほらあ,あれちょっと待って俺操作わかんねえ相手の足砕く技どういうやつだったっけちょっと待って忘れちゃった何ボタンだったっけあやば怒ってるほら ロンダーラーガチギレしてるこの人ガチの格闘だったから格闘選手選手だったからねちょっと待って相手怒ってる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 おろらでもやっぱね打撃技ダッシュ技かダッシュ技使える時点でこっちの方が強い気するんだよねそこが俺ブローラー嫌なのよダッシュ技が弱いじゃん相手のゲージ奪いますやばいここはしっかりカウンターここはしっかりカウンターするよ サイトのゲージ奪っていくヒートリー奪っていくこのさスキル強すぎないもう相手ガラガラだもん <laughs> ガラガラパワーゲージガラヒートもガラヒートこれいけるんじゃないかこのままダッシュダッシュ投げダッシュ投げ観光するかああ恥ずかしいちょっと恥ずかしい今あな何それ後ろ向いた後ろ向いて え、落とすよ。そんなことやってんだったら俺落とすよあす、落ちれないあれ落とせないあれなにこれなんかものすごいバグみたいな <laughs> 見せちゃいけない映像が一瞬映ったねほらふざけんじゃねえお前の野郎これでおしまいやドンロープに絡まった <laughs> ピンフォールいくよどうや23よっしゃー どうやブローラーってさ、序盤弱いからやっぱ結構厳しいと思うんだよね。92点でも。対するテクニック。もう先手必勝できます。あんまり先定必勝できた感なかったけど、この試合。あ、やっと見つかったやっと見つかった来たよかったちょっと待って。嬉しい。動画の尺なくなると思った。いや、とりあえず、マッチングしてくれたことに感謝します。 やっぱ対戦、あ,あ、リタか、結構ガチだぞ。向こう本気だ。勝ちに来てる。結構ね、強いよ。てか、単純にハイフライヤー系強いから、序盤大事。どっちが先に先手必勝を取るか。多分ね、向こう突っ込んでくると思うんだよね。だから、開幕いけない、これロープに、ね、リングに下がるっていう作戦もあり。で、殴る。よし、来た。こういうね、読み合いね。大事だから、これ、マジで。これ、そういうゲームです。 やろう分かってんだ、ね、よどういう動きしてくるかお前なら。走ってくるかなあ、走ってくるね走ってくる感じするねはいロープーあ、そういうことね。あ、しっかり、しっかり、あれだわ。変えてるわ。よし、ガード。ボタン押すの変えたの途中で。向こうすごいな。もう俺がリング外に出る読みしてるわ。はい、お互いにヒトゲージ貯めていく。 お互いいにヒートゲージ貯めていくちょっと調子こいてるねお互いねお互い調子こいてる時間かす俺もうちょっとでたまるなおらっどうやこれどうしよっかなゲージゲージ俺が先に消費しちゃうのあでもカウンター使ってくれたこれはありがたいねこれはありがたい走ってくるかなちょっと待ってガードでもう一回これこれ,これ来た来た来た はい超技で、ニール・フォー・ザ・キング、足をゴリゴリに。あカウンター来たか。あカウンターしてこない。で、足折ったんで、相手多分ね、走れません。その間にヒートゲージ溜めまくり。ヒートゲージ溜めるよ。よし、逃げるよ。<laughs> 逃げるよ。逃げほらね走れないでしょ、走れないでしょ。その間にゲージ溜めていくよ。 いたやろうあそうごめんなさいごめんなさいごめんなさいちょっと待って待、ま、って待ってあ間違えたいやでもねこれは必要経費でいいやこれで相手のゲージがなくなるから相手カウンター使えないからこれでおら起きろ目覚ましい怪物だもんねやろう今日のワンコよし 相手の体力なくなったこっから11からの戦いですこっからまたボタンミスっちゃったけどこれあ決まらないか相手打撃技使ってくるなあやばいあそっかスタミナがないんか俺なんかデイリーチャレンジ完了したこれで相手のヒート,ゲートゲージを奪っていきますそういう作業に入っていってはいまた足折る で、その間に、はい、かかってゴんクあっ、でももう相手の大量ゲージがもうない。これ決まったかどうだしゃーしゃー来たオラーおらーもう今、部屋の中、暖房つけて乾燥してるから、舌が全く回ってないわ、今。よし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 。 さあ今日これ最後にしようと思いますあれ対戦相手さっきと同じじゃないよねこれ違うよねもう名前何だったか忘れたわとにかくもう対戦相手がいることだけがもうありがたいわありがとうこの時間にプレイしてくれてお前絶対それ選ばないだろ嘘つけお前それ絶対嘘っ !69 点の選手使うのマジで言ってんの最弱の選手だよそれ負けに行ってるじゃん ちょっとかっこいいんだけど。むしろかっこいいんだけど。向こうちょっとかっこいいんだけど。でも、正々堂々行くぞ、俺も。本気で行くぞ。マジでね、能力差えぐいから、これ。90点台と60点台じゃん、マジでのた、まず体力の差も凄まじいし、あと攻撃の、おら。でも、しっかりカウンターしてくるな。攻撃力の差も凄まじいから、ほら、もうこれだもん。これもんですもん。俺ら、行くぞ。 お前の足折ってやる。へし折ってやるらういやよし。で、この間に、ヒートゲージ貯めていこう。もうだって向こうはあれだよ。体力赤だよ。赤いバーだよ。この差だよ。はい、足引きずってるね。痛いね。じゃあ俺行くよ。俺らお嫁に行くよ。ドバー。もう体力これだよ。赤だよ。全編赤。この赤のバーの次が真っ黒バーだから。 えー、これ、なんで彼は、え、彼っていうか相手は、69点の選手を選んだんだでも俺もちょっとそういうことやってみたくなってくるじゃん。弱いキャラでも勝てますみたいな。そういう動画、撮ろうとしてんのかなそれとも向こう。だとしたらすげえかっこいいんだけど。もう一回行くぞ。これでおしまいや <laughs>。これでおしまいや <laughs>。おらーよっしゃい,いや、本当にこういうのなっちゃうよ。いや、申し訳ないけど。 こっちの体力1ミリも削れてないからね。すごい、特攻しに来たな。自殺しに来たな、向こう。いやー、でもいいな。そういう、なんか、精神嫌いじゃないな。あれかな、それとも、俺69点の選手使うから、お前も分かってるよな、みたいな感じなのかな。弱い選手俺にも使ってくれよっていう強要を仕掛けてきたのかな。だとしたら、俺全く空気読まなかったけど。